はーい。まあね、毎度やってますけど、顔すごい黒いね。ああ、でも、そっか。ドキドキしちゃうな。やっぱり、ヘキトラハウスさんの動画に出るかもしれないなって。ドキドキしてきた。ああ、すごい、緊張してる。ああ、緊張してる。ということでね、さっきなんかね、あれなんですよ。ヒキトラハウスさんのね、動画、挨拶何しようかな、みたいな。挨拶何しようかな、みたいなことを独り言でずっとね、動画風で喋ってます。カメラ回してるノリで、ずっと独り言で喋ってたんですけど、いいのできましたよ。できました、見ててください。こう。ズル、ズル。どうも、ヒキトラハウスです。どうですか？もうカメラに目合わせれないですけど、まあ、こっからね、言い訳タイムということで、はい、これでお願いします。まあ、ズルズルってね、まあ、する TV の人がまあ、これも意味わかんないですけど、カメラこうやって持ち上げてズルズルって言ってんのも、なんだ、シュルシュルですからね、あれ。どっちかっつうと、ロープでこうやってってますから。うん。やめよう。いつもと全然違う。全然シュルシュルじゃねえ。で、全然ズルズルでいいしな。あれ、よくよく考えた。すすられて、だから、あれの設定はやっぱカメラに面がすられて、こう言ってるから、ここにまあ、口があったとして、ズルズルですよ。ズルズルって言ってカメラがこうやって上がってるってわけじゃないですか。で、あ、食われちゃうよって。食われちゃうよってカメラが鳴ってて、ズルズルでなんかここで止まってるんですよね。なんでだろうな。なんでここで止まってんだろうな。まあ、そのね、まあ、食べ物とね、のずるずるとね、こっちは鼻水のずるずるなんですよ。いや、まあ、ずるずる、鼻水をすする。これにはね、一つだけね、かっこいい理由がありまして。ずるずる、鼻水をすするといえば、少年時代。少年時代って歌じゃないですよ。まあ、少年時代ってことで、まあ、少年の心を忘れないっていうのも込めてね、ずるずるにしました。これは後付けです、全然。ずるずるっていうのと、そのね、食い物系のズルズルと鼻水のズルズルだったらなんかね、なんかいいんじゃないの？みたいな。皮肉ってる感じがあんのかな？全然皮肉じゃないか。まあ、食い物のズルズル、少年の心ズルズルは担当はヘキトラハウスだよ、みたいなね。ノリでやってほしいよね。少年の心ズルズルは俺たちがやるんだと。だから鼻水をすするということで、ズルズルでいいんじゃないでしょうか。いやー、それでいいと思いますけどね。鼻水をすする。あ、すごいいい挨拶じゃないですか、これは。ね、こっからはもうね、多分、もういいですけど、もう鼻水をすすってズルズル。鼻水をすすってズルズル。どうも、ヒキトラハウスです。どうも、ヒキトラハウスでいつもと同じなのか。ズル、ズル、どうも、ヒキトラです、みたいな、なんか、みんなでやるだけでいいと思うんですよ。鼻水をズルズル、すするだけでもね。地味ですけど、キャッチーじゃないですか。まんまパクってますけど、でも、鼻水だってズルズルじゃないですか。何をパクリって言われなきゃいけないんでしょうかね。え、なんで、スル TV さんのパクリって言われなきゃいけないんでしょうかって。どっちかっつったら、ズルズル、まあ、そのな、リアリティを追求するっていうか、リアリティっていうのも難しいな。その、鼻水するにリアリティもないんだから、もう鼻水を、リアルにすすらなきゃダメだと思うんですけど。まあ、リアルを追求するんだったらね、もうこう、ズルってもう、なんか、ぬる、みたいな感じで、もう鼻水を、ズル、あ、こう、こうか、こうか、ズル。これでね、リアルを追求すればいいし、こうね、ちょっと今日は格好決めたいなって思ったら、ズルズル、どうも、ハキトラハウスです、みたいな。それでいいと思うんですよね。いい挨拶じゃないか、これ。いい挨拶じゃん、これ。少年の心を忘れないって。心ですからね。いいじゃないですか、これ。いやー、我ながらいいものができましたね。まあ、これでね、売名になれたらいいなって思ってます。ヒキトラハウスさんに動画、その応募系の動画なんで、全部、売名なんで、もうとにかくね、視聴者欲しいな。分けてください、視聴者。何人、視聴者なんていらないんだよな。
お金だな。なんか、お金欲しいな。お金、でも、お金欲しいなっていうのもね。視聴者よりお金。いや、まあまあ、でもな、さ、アクティブユーザーってね、すごい毎回動画にコメントしてくれる人は嬉しいですね。僕の動画をいっぱい見てくれて、いっぱいその動画見るたびに感想をつけてくれるような、すごい、なんだろうな、いいファンをください。それは作るのか。あ、いいファンっていうのは作るんだった。これ湿気。これ湿気、湿気。ね、まあ、ファンはね、いいファンをね、作っていきたいんで、その素材をください。はい。うん。あらかじめ下ごしらえの終わったね、その、ファンをください。俺がね、面白い動画、こうやってバシーンって叩きつけて、いいファンに育てるんで。で、そいつを筆頭リーダーとして、さらにね、ファンを増やしていって、まあ、宗教、プロト教を作るので、お願いします。あざした。